はい、皆さんこんにちは、ピカです。二の国白き聖杯の女王やっていくよ。はい、左上、いよいよ最終決戦、準備を整えよう。はーい。で、今ここは宿狩島だったかな。なんだったかな。うん、まあここでね、隕石欲しかったんでね、まあここにあるんですけど、取ったんで、まあちょっと強い剣を合成したい。強いかどうかわかんないけど、なんかこの合成レシピ見ててね、うん、であったんで合成してみたいです。槍こっちか。うん、聖王の剣、グレートソード1つと隕石2つ、力の魔石3つか。よし、合成。グレートソードと、忘れちゃうじゃねえか。これ、外せ。よし。で、グレートソードと、力の魔石と隕石だったね。まず隕石、これ力の魔石が3つで、今取った隕石2つだよな。うん、合成。よし、できた。オッケー、装備だ。67か、オッケー。51から67だったぞ、おそらくね。もっと これ51どころか、これ自体でもう60だな。じゃあこれと何か合成したらもっと強いのできんのかな。おお、しかも相手にダメージを与えると HP が回復だと。ああ、敵の弱点を的確に狙う、こっちの方いいか。うん、HP 回復するより、まあナイスを連発した方いいか。よし、これでいい。 OK。 よし、そしたら決戦の場に行きましょう。あっちだ、頼んだぞ黒。なんかね、見たら空にポカンとなんか魔女みたいの浮いてた。バナナシア王国ですね、ここね。はい、あれか、あれじゃない、あ、飛行艇だ、かっこいい。上行くのどうすんの、行けん。まあこれだよな、行けるか。あ、違うか、飛行艇に行くのか、飛行艇で行くのか。よし、久しぶりですから名前忘れました。ガルルチさんだったっけ。エブルチだよバガル、小僧、みんなお忙しだろ。しかしな、準備の段階で体力を使い果たしちゃしょうがねえさ。いいか、お前さんたちは主力なんだ、準備は他の連中に任せとけ。決戦は明朝だ、今日のとこはゆっくり休んでくれよ。
寝床は用意してあるぜ。もう寝ちまうってか、お子ちゃまは。寝ますよ。たっぷりとね。よし、今のうちにゆっくり休みな。本当にエロい夢見るんじゃねえぞ。あ、およそ 1.5 ヶ月ぶりだから、あなたの名前も誰だっけ、忘れた。ケイシーさんでしたっけ。ラースです。おはようございます。我がボーグ帝国はこの度の総攻撃のために新たな力を戦力に加えました。その名も小型戦闘用飛行艇イベリコファイター。三王家の力を合わせ飛行宮殿の機能を麻痺させます。私のろれつもちょっと麻痺していますが、ご了承ください。はい。そして二度とあの忌まわしい聖杯を振らせないようにしなければ。はい、ラスさん。総攻撃は間もなく開始です。オリバーたちの準備ができたら合図をください。その時がいよいよです。総攻撃開始の時です。今日がその時です。わかりました。みんなと話してくればいいのか。お前誰だっけ、忘れたよ完全に。ブッチか。おお、しずく兄さんや。あ、おい、お前ら何してんねん。見ればわかりますやろ、ジャボーの城に攻める準備ですわ。なんやって。ジャボーとの決戦に向けましてね、いろんな武器をね揃えてきたんですわ。なんやって。あれから数ヶ月、ようやくジャボーの城を突き止めましたで。ほら、あのごっつい角生えとる城。自分らずっとジャボーを偵察しとったんか。もちろんですわ。あのな、言いにくいんやけどな、非常に言いにくい話やんねんけどな、あれジャボーの城ちゃうで。いや、話せばえらい長く なるんやけどな、ジャボーとっくの昔に倒してしもてんねん。はい、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 ほんまかいな。俺らのこれまでの苦労は何やったんや。ほんまやで。漫才はもう済んだ。でもジャボーじゃないけど今も決戦の前だからさ、二人が用意してくれた武器もきっと役に立つはずだよね。本当にいざとなったら卵爆弾に自ら志願して飛んでって。お前グフ。こや、なかなか肝の座ったことを言う子やないか。よし、ニコ、お前らの夢やったやろ。兄さんたちに俺らが用意した武器を役立ててもらうんや。ああ、せやな。あ、もちろんお代はいただきますけどね、月給低いもんでね、うちらの。金取るんか、この流れで。はい、
よう喋るやつらだぜ。本当にちょっと話聞こうかと思っただけだ。ドラ猫さん、この飛行艇にずらりと並んだ大砲は見たか？決戦の時にはミーが指揮を取るからな。あの憎き灰を降らせた女王とやらに目に物見せてやろうぞ。はい。マル。あら、オリバー、私の名前奇跡的に覚えていたのね。当たり前ですよ、仲間だもん。今度こそ最後の戦いだよ。もちろん私たちはクロちゃんに乗ってあの宮殿に行くんだよね。はい。ジャイロ。ああ、嬉しいぜ、覚えていてくれたのかよ。聞いたか、帝国の最新兵器イベリコファイター、なんかベーコンみたいな名前じゃねえか。まさかこんな秘密兵器を用意しているとはな。この戦い勝てるような気もしてきたぜ。よし。ここ飛行艇からの空中ションベンは禁止しております、ソロンさん。なぜ分かった？三国が手を取り合い共に戦う、今までには考えられないことだ。一つながりの笛、本来ならばこんな時こそ吹くべきなのかもしれんな。うまいことごまかされましたね。ああ、ココル、レイナス、宮殿で苦しんでるの。オリバー、助けてあげて。うん、分かってる。僕たちは最後まで諦めないよ。必ず助けるよ、レイナス。忘れました。サザラです。ぶっ飛ばされたいの？それともここから飛ぶ？灰の女王はこの世界を消すつもりなのですよね。空より降り注ぎし悪夢により世界は滅びを迎える。古より伝わる伝承の一部です。先の灰はその伝承と同じなのでしょうか。なぜ灰の女王はそんなことを。はい。イブルチさん。イブルチだよ、バカ野郎。バカ野郎、どうだ、ゆっくり休めたか。見てみろよ、俺の兜、コブラがかってるんだよ。みんな集結してるぜ。おい、さあてめえらの出番だ。遠慮なく思い切って暴れてこい。はい、わかりました。ヘル、名前全然覚えなくてよ、本当に困っちゃうんだよ。今晩頼むぜ。おい、何の話ですか。他はもう大丈夫ですね。チーズ好きの豚女王様、どこ行かれたんですか。あれ、あ、中かな、中にいんのか。あれ、別動隊で出発したか、それとも雲を綿菓子と間違えてここから飛んじゃったか。あれ、ラースもいねえぞ。ニャンダール、あ、ラースいる。ニャンダールとラースいるのに、あともう一つ、もう一つの国、何の国だっけ。お姫様じゃなくて、もっとチーズとか言ってた、
女王様いねえぞ。やっぱりあの綿菓子と雲間違えてあの落ちちゃったんですね。ご臨終です。わかりました。ラズ、準備はできました。準備はよろしいですか、オリバー。はい、それでは開始いたしましょう。飛行宮殿への総攻撃を。はい。皆さん、時は来ました。これよりタイの女王の宮殿に進撃いたしましょう。オリバー、大丈夫、僕たちを信じて。やっぱあの女王いね。大砲よ、気をつけ。行け、行ったる。そこや、ええで、もう一発だ。おい、なんか一方的すぎやしねえか。うん、変だよ、何も反撃してこないよ。行かなきゃ。ココル待って、僕も行く。ちょっと私も。おい、しょうがねえな。待て待て、主役を置いていくな。みんな準備はいい？おい、本気で出発するのか、あの砲撃の中を。じゃあ降りる。バカ言うなって。待ってください、忘れていませんか、私も皆さんの仲間です。ラズさん、うん、一緒に行こう。はい。クロ、お願い。あの女王サボってチーズ食ってんな。城の宮殿。おい、あんだけの攻撃でビクともしてねえぜ。やはり聞いていませんでしたか。しかし良いのです、あの作戦の本当の目的は二の国の人々の気持ちを一つにすること。あ、そうなのか。ならいいんだけどよ。ジャイロったら、いざって時にも臆病なんだから。いや、俺はな、人より慎重なだけなんだって。みんな、この先に灰の女王レイナスがいるんだ。レイナス、行くよ。みんな久しぶりだから操作ミス連発で。あ、このロボット、操作ミス連発で切れないようにするよ。ここなんだ、こっからでいいのか。やばい。敵なの？あ、ドルッチ。あれもなんか隕石持ってるみたいよ。スターはムーンだったよね。スターはムーンだけど、まあせっかく剣も作ったし、行くんだ。待って、あ、お前らか。解除したか、解除してるか。後ろから行け。よし、300とか当ててないか。よし、とにかくあの星マークのとこに行きましょう。
ここです、ここです、ここです、ここです。来ました。あー、ロボット動いてる、ロボット動いてる。宝物がここにある。やばい、宝物に 目がくらんでしまった。敵なの？何属性だ。シャイニングクーわ、やめてー。ナイスだ。弱点は肛門のようだ。やれ、よし、やったか。人気になっちまったぜ。びっくりした。もうなんやこのごっついロボ、襲ってくるなんて聞いてへんで。でもさっきの僕たち見たことあるよね。ああ、いろんな森や洞窟でピクリとも動かんようになってたやつやな。まさかこんなとこでそいつらに襲われるとはな。でも地上で見かけたやつも昔はこの宮殿で女王を守ってたのかもしれんな。うん、そうかもね。まあロボの気持ちなんかわからへん。これから先はあいつらにも気をつけていこうか。うん。めぐみの聖水。しかし後ろに殺気。ああ。こっち側行けるね。あのまっすぐ行って左行く通路がうっすらと見えている。あそこ、あごだ。あごを曲がるんだ。ここ行って、じゃあ、どっちだ？方向的に右かな。こっちかな。なんか、プチトトロみたいのいるけど、汚いから無視しましょう。ゴキブリみたい触覚ついてるから。宝物ついてきてねえよな。ああいう低能な輩は刺激したらついてくるから。行き止まりか。よし、ここ飛べねえの。ムーンだからスターだよね。本当か。ちょ待て、ちょ待てっつーの。アホかこいつ。ボッコボコにされるだけやね、やっぱね。アイテム、満腹バーガー。あかんわ、あんなもう猿とか二度と出さん。一瞬で溶けた。アホか。オリバーとこのサチだけで行く。ダメだ、もう属性全くあかん。ほんとそこ悲しい。守れ。よし、大したことねえな。属性っていうもん本当無視してるよね、このゲームね。そっこ悔しいな。ここじゃねえな、こっちか。あれ、どこだろう。ここなのかな、やっぱ。あ、ここか。わかんねえよ。
まあ、マップ右上のショーマップ見て判断しろっちゅうことか。よーし、でどうすんの。ああ降りんのか。あ、お、降りんの。行こうぜ。ああ、ああ、これね。なんだ、これ取るためにか。あ、ランス。あ、これ取るためにただ来ただけか。わかった、ランスだね。ならば。ちょっと待て。武器で、これか。ほう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 、強いな。66だと。装備は忘れた。まあまあいい。それにランス、こいつはアックス、こまあこいつもランスだね。あ、こいつもランスだな。まあ、こういうやつは出さんから、まあ出るとしたら、まあこいつらがこうガッチャンとか出すかどうかだよね。まあこいつに持たせるのがよかろう。よし、258。オッケー、よし、いけ。下を見るな、ラッキョ。早く来るんだ。よし。敵なの？まあまあ選ぶ必要ねえよ。全部こいつだよ。守れ。よし。ダメ。こいつ無理。戦うこいつじゃない、こいついけ。いや、こいつか。サチでさえあの、はい、これいいな。60。さあ、無視だ。ここも行けるね。生命の雨か。まあチョコだけだろう。おいおい、なんか強くねえか。あいつらを助けてたら俺が死ぬんだったな。その教訓を忘れてはいかん。俺だ。俺のみやれ。そうせんとあかんから。よし。みんなすごいよ。
で、うわ、びっくりした。お前か。ここも行けるな。あ、滑るな、ラッキョウ。あ、これはなんだ。え、あ、え、回復だ。おい、ココル、どないしたんや。またあいつ、シャルル。ココル、女王はまだ救えぬ。孤独の果てに生み出した心の壁を破らぬ限りな。破る、破れるよ。たった一人で幾度も女王に挑み続けたお前がか。ココル、一人じゃないもん。オリバーが、みんながいるから。ココル。ココルよ、ついに決意したか。この少年にすべてをかけると。オリバー、お願い、シャルルに力を示して。シャルルに勝って、あの杖を。ココル、わかった、僕はシャザールと戦うよ。来い、救世主オリバー。何、あれ本物の杖か。示してみせろ。君の力を見せて。守れ。守りシフトだ。肛門つけ。守れ。早くして。ミスか。早く出て。まあいい、魔法だ。ヘビーウェイト。ミスってるし。守れ。オリバー、気づいたか。あいつ、オーラの色によって使う技が違うようやな。かなり強い技を使ってくるから、オーラの色を見て。バカ野郎。氷結、おけつに。絶対レードだと。守れ。仲間はもう死んだ。ここは怠慢でやるしかない。怠慢っていうか、お前強くねえか。まだまだだぞ。おい、そろそろあれ出てもいいんじゃねえの。待て、ちょ待て。強えな。で、ちょ
そりゃねえぜ、ミスってねえぜ。あいつ氷のオーラまとってる。守れ、守れたか。今日守れてねえか。待て、やべえ、間に合うかな。おい、守って。アイテム、オリバーの時は回復専門だ。ちょっと待って、まあアイテム、全員の HP を200回復、 HP を完全に回復で、生き返らせるのどうすんだっけ。気絶を除くか、気絶を回復、不死鳥の羽か。まあ今1個だけ使うかな。あ、気絶を完全に回復ね。あ、全員の気絶を回復か、これ1個だけ使うか。罰して罰して、でアイテム、お前も生き返ろ。逃げ取らんといいからな。で回復させてもダメやね。守れ。ナイスだ。守りシフトで言っとけよ。召喚、何かが起こる。グラディオン、ゼーラ、最悪と呼ばれるほどの闇の力を解き放ち、敵全体に闇ダメージか。グラディオン、至近距離で。え、なんしたの。待って、守って。アイテム、満腹バーガーで、アイテム、満腹バーガーでいい、これでいいかな。
まりね、満腹バンガーとか使いたくねえんだよな。原付した守って守っていいよな。よし、行け、一点突き。よし、守ってよ。俺くそー、あかんのー。1ヶ月半のブランクはひでえわ。なんでアイテム、ちょ待って、やめて。今あいつチャージ中か。よし、行けた。まあ、実力ってやつだ。よし、見事だ。よくぞ抑え込んだ我が亡霊を。え、亡霊？シャルルはね、もう生きてないの。シャルルはね、杖なの。杖ってその杖のこと？そう、私は魔法の杖バルゼノンに宿る魂だ。杖に宿る魂？杖ってそのグラディオンみたいなやつか？ああ、グラディオンはこのバルゼノンの杖となる杖。私は君たちを導くために杖を与えたのだ。その少女と同じにな。え、同じ？女王に敗れ一の国に封じられたココルは君と出会い、君に二の国への扉を開かせた。扉を開くための杖としてモーヤの大樹、天空樹の枝を与えることでな。な、天空樹の枝ってあの木の棒？うん、シャルルにもらった杖なの。そう、そして彼女は君たちをここまで導いたのだ。しかし、なぜそんなことまで？あなたは灰の女王に仕える評議員のはずでは？うん、私は評議員などではない。この仮面も偽りの姿に過ぎぬ。彼らの一員になりすまし、ずっとそばで見守り続けたのだ。我が愛しい娘のそばで。王様なのかこいつ。愛しい娘、まさかそれって灰の女王？ってことはよ、あんたレイナスの親父さんなのか？私の亡き後、レイナスは道を誤ってしまった。
希望を願って唱えた聖杯によって娘は絶望に落ち、孤独の中で灰の女王となった。レイナスは今自分で逃げ込んだ深い闇の中で自分の世界ばかり見つめている。自分の世界。無念だった。魂でしかない私には娘を正すこともできぬ。頼む、レイナスを救ってくれ。あの子の心を覆う邪悪な衣と仮面をこの杖で粉砕してくれ。シャルル、お父さんが娘のために。オリバー、シャルルはね、オリバーに託してったの、その杖を。杖よ、わかる？うん、僕たちがやらなきゃ。このバルゼノンと一緒に、王の心と共に助けよう灰の女王。うん、レイナスを。よし、ここだ。あのセーブさせてください。やめてください。気をつけて。ああ、この杖はいかほどの強さがあるのか。ああ、守って。グビ。あ、アイテム。いや、満腹バーが足りねえな。これジューシーサンドで乗り切れんか。満腹バーが足りねえよ。いけた。防御の準備しとけ。あ、オリバーもうちょっとで上がるね。上げた方がいいな、これ。やれ。干渉しろ。こいつは肛門が弱点だ。やったか。よし。え、まだか。やめて。一応やるか。そうだ、スパークあったよな。
あいつはあれだ、機械だからスパークに弱いよな。行けスパーク。はいはい34、はい、充電したか。充電完了ですか。わかりました。はい、お待ちどうさまでした。やめて、守って。守りシフト。ジャイロは終わりだ。あれは諦めるんだ。守って守って。雑敵で満腹バーが使わないといけないからな。電磁気いけ。なんでミスるの。調子どうですか。やってる。いやでもあそこにあっかな、体力回復の場所あっかな。まあなかったら完全に死ぬから使っとくしかねえよな。どこだ。あれ今どこ。ああ、ここか。もうロボット嫌だこれ。なんでだよ、なんで追いつかれんだよ。走るのコマンドあったっけ、忘れちゃってるわ。電磁気。守れ。アイテム、ちょっと守らせてよ。そこはよ、アイテム使ってるとこ狙わんとよ。やめて、ムカつくな。アイテム、よし、やったね。あいつも追いかけてくるよな。ほら、敵なの。
はい、来るか。負けないよ。何？何したんだ今。守れ。ぶっ殺せ。ヤルベリー、オッケー。まだだいぶありそうだね。ここを向いて、こうか。はい、それではね、今回はここで一時区切ります。ではまた次回この続きやっていきましょう。またね。